音楽生活柴須さんの部屋。 皆さん、こんにちは。柴田さんです。今回のテーマ。これは楽しい BGM ゲーム音楽制作に最適。DSP シリーズでオリジナル効果音を作ろうということでございまして、今回はですね、まあ、作曲とかもしかしたらもう DTM すら関係ないかもしれないんですけど、まあ、関係はあるか。オリジナルの効果音を作る。もうね、その一点のみに特化したソフト、次者と読むのかなの DSP シリーズの中から、DSP アクションと DSP モーション。この二つの効果音作成ソフトをご紹介してまいりたいと思います。で、この TSUGI と と書いて、まあ、おそらく次ですかねこのメーカーさん新潟県に設立されたまだ新しいブランドで結構先鋭的な企業さんで効果音系のソフトウェアの開発販売なんかを行っているんですけどこれね使ってみると、ね、まあ楽しいんですよなんか効果音を作るっていうとちょっとね、まあ、小難しい印象をお持ちの方もいらっしゃると思うんですけどもそれこそね一昔前なんかだったらシンセサイザーを使ってねもうオートメーション書きまくって30分ぐらいかけてやっと気に入った効果音が1つ作れるか作れないか。 ぐらいだったんですけどこのソフトがあるとね、例えば、んドンとか、シル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 。 とか個人的には大好きなんでちょっとね瀬戸康史さん風にやってみたんですけども今聴いていただいた効果音も実はこの DSP シリーズで作ってありますでこのソフトもうね使い勝手がもう超絶分かりやすくて簡単というか私しばさもねこの動画で解説するために、まあ、説明書読みましたけど解説とかしなかったらもう説明書なくてもいいですかねとにかく分かりやすくて簡単今回はそんな DSP シリーズの使い勝手や機能はもちろんね実際にどんな音が作れるのかっていう部分を存分にご覧いただきたい と思いますので bgm 制作ゲーム音楽制作をしている方はもちろんねちょっとした効果音がなかなか見つからないよっていう方にもぜひご覧いただきたい内容になっておりますので最後までお付き合いくださいこのチャンネル音楽生活柴ばさんの部屋では作曲編曲ソフト音源やプラグインのご紹介など b g m にまつわる様々な情報を特に初心者の方にも分かりやすい内容にして毎週金曜夕方6時に更新しておりますのでチャンネル登録まだだよっていう方はねぜひ右下の登録ボタンからチャンネル登録もお願いいたしますまた月額990円の有料 メンバーシップのののの方ででは各無料動動動画画画続きが見らられたりり1人1問等特典ももいいておりますのでぜひそちごご加入をご検討くださいということで今回もねワープで画面の中に参りたいと思うわけですが、えー、今回はですねゲームミュージックにちなんでいわゆるファミコンサウンドと呼ばれる8ビットサウンドに関する結構真面目なクイズワープで参りたいと思いますダダンもう今から約40年ぐらい前ですかね1980年代に全盛期だった任天堂が誇る伝説のゲーム機初代ファミリーコンピューターファミコンですよね それに搭載されていた CPU が8ビットだったのでそのサウンドがまあ後に8ビットサウンドと呼ばれるようになるんですがさて問題ですその初代ファミコン同時発音数同時に出せる音の数はいくつだったでしょうかこれせっかくなのでねこのワープの効果音も DSP シリーズで作ってみましょうそれでは参りましょう、えー、皆さんもご一緒に答えはワープの後で、うんと ストということで、ワープ成功でございます。えー、正解はですね、初代ファミコンの同時発音数は4でございました。たった4音しか出せないのに、あの、スーパーマリオの BGM なんかもね、もうそれを気にもさせない素晴らしい出来栄えで、クリエイターとしてね、今でも見習うべき名作だなと思います。ということで、本編まいりましょう。はい、えー、普段のね、ダウソフトの画面とは違って、今ご覧いただいておりますのが、DSP シリーズの DSP アクションというソフトのユーザーインターフェースでございます。普段ね、このチャンネルをご覧いただいている方に、まあ、少し説明をしておくと、この DSP シリーズは、ダウソフトの ソフト上にプラグインとして立ち上がるものではなくてもうソフト単体で動かす、まあ、いわゆるスタンドアロンタイプのものでございますで詳しい使い方はねまあ後で説明してまいりたいと思いますが基本的にはこのソフトで音を作って気に入ったものができたら音声ファイルとして保存出力しておいて後からダウソフトに読み込んで使うという流れになるかなと思いますではもう早速ねどんな音が出せるのかやってみたいと思いますがこの画面ユーザーインターフェースの説明も含めて解説をしてまいりたいと思いますまずはねちょっと ご覧いいたただきたいんですけどこのソフトの左側大きな枠が6つありますがここで自分が作りたいシーンに合わせた音のジャンルを選びます上からねまあブレイク破壊破片と書いてありますねで次にヒット衝突打撃で3つ目がムーブ動きですよねで4つ目がスクレープ 摩擦、ひっかきとありますね。で5つ目がスタートストップ、まあ、開始終了で4つ目がトランスフォーム変化転移これ気になりますねもうここ見ただけで早く音が出したい欲求に駆られますねで試しに1つ選んでみましょうではヒットを選んでみましょうポチッとはいそうすると今度はねこの画面上部この辺りなんですけどここに今選んだヒットのジャンルで使える音の種類が登場します、まあ、これ上段左からアニメ剣倒れる大砲シンバルホラーパンチ 落石。 雷とうんどれもテンション上がりますねでは試しにこの中から映画予告編選んでみましょうポチッとはいそうするとこの真ん中の画像が変わりましたよね選んだジャンルその中で選んだ音、まあ、それに関連するイメージ画像でしょうかねでさらに真ん中になんか意味ありげに白い縦線が登場していますが、まあ、この状態まで来たらあとはこの画像の枠の部分真ん中のディスプレイゾーンでマウスを自由に動かすだけ、まあ、左クリックしながら線を描いていきますちょっとやってみますね はい、こんな感じでございます。もうね、察しの良い方はお分かりの方もいらっしゃるかと思いますが、この真ん中の線をまたぐとき、この画像の部分をマウスで言うと左クリックしながら動かしていって、真ん中の線をまたぐときにアクセントがつくようになっているんですね。で、これね、さらに面白いのが、このマウスを描画しながら上に持っていくと、 音が高くなるんですよねで、その逆で描画しながら下に持っていくと音が低くなるんですよねちょっとそのあたりも踏まえてもう一度やってみます はいもう楽しいですよね。で今回の動画ねまあ案件でもこれ何でもないんですけどこのソフトね買う時に最初は曲を作る時にイメージに合った交換音がどうしても見つからなかったのでどうしようかなと思って買ってみたんですけど使ってみたらなんかね気づいたら効果音作るの忘れてもうこのソフトで1時間とか2時間とかずっと遊んじゃってましためちゃくちゃ楽しいおもちゃ手に入れた子どもの気持ちがもうめちゃくちゃ分かったって感じですかね。でまあ余談はこれぐらいにしておいてもうね他の音も聴かせろよっていう方のために全部はご紹介できないんですけどいく かね面白いいいい組み合わせを紹介していきたいと思いますこのヒットの中から他の音の種類もちょっと選んでみましょう、えー、このアニメちょっと気になりますねポチッとはいで画像が切り替わってこれも真ん中に線がありますねクリックしながらこの線をまたいでみましょううん面白いんですけどなぜこれがアニメなのかちょっと僕には分かんなかったです他にはホラーちょっと選んでみましょうポチッと。 はい、おちょっと怖そうな雰囲気の画像が出てきましたねこれもクリックしながら真ん中の線をまたいでみましょう怖いですねちょっともう一回やってみましょうきっと何か起こったんでしょうね <laughs> じゃああともう一個だけ雷ちょっと見てみましょうポチッと、はいまあ、これ分かりやすそうですねちょっとこれも真ん中の線をまたいでみます はいまさしく雷が落ちた瞬間の効果音を作ってくれていますねでは今度は他のジャンルもちょっと選んでみましょう ブレイクはいで、えー、今ね選ばれているのはこの亀裂という音の種類なんですけどもこれねさっきのヒットとはちょっと違って白いライン線はね登場していないんですよでもこれも面白いんですけど真ん中あたりにねこの三角のうっすらグレーでねいくつか模様が描かれていると思いますでこの模様のあたりをマウスで行ったり来たりすることによってこの亀裂と表現された音を作ることができるようになっていますこれもマウスで描画をしてみましょう はい、めちゃくちゃ亀裂入った感じしましたねではこれももう一個だけ爆発見てみましょうポチッとこの場合も線が表示されていない代わりに丸い図形のようなものが画像の手前に表示されていますここもねまたいでいくと効果音がね次々生成されるようになっていますちょっとやってみましょう はい、もう面白いですね。こどうやら大きい丸が大爆発小さい丸が小爆発のような感じでございました。あとはちょっと他のジャンルも見ていきましょう。今度はムーブポチッと。はい、でちょっと面白そうなものを選んでみたいと思うんですが炎を選んでみましょうポチッと。これも描画して音を出してみます。 はいい面白いですねこれねでさらにちょっとこの右側ご覧いただきたいんですけどここにね「火炎」と書いてありますポチッとそうすると炎周音煙風切り音まあいくつかのね複合的になっている音のパラメータを調整できるようになっていますこれも試しに全部 MAX で聞いてみましょう炎周音煙風切り音風切りのサブ音でもう一度音を出してみます はいさっきより激しい炎になったって感じですかね。では、こちらの DSP アクション。もうあとね、一つだけ見てみましょう。ジャンルはトランスフォーム。で、まあ、当然ですけど、この中だったらメイカ選んでみましょう。ポチッと。はい。で、そうすると、今度はね、白いラインが3つあります。で、マウスで描画しながら、このラインをまたぐときにアクセントがつくようになっていると。ちょっとこれも音出してみましょう。 はい、何かのロボットが変形したんですかね。もうジャンルがトランスフォームで。 音の種類がメカ、まあ、想像通りではあったんですけどやっぱり触ってるだけでもとても面白いソフトですねでここまでご覧いただいたのは DSP アクションというソフトの方なんですけどもう一つ DSP モーションというソフトもあるので今度は、ね、そちらのソフトに切り替えて内容を見てみましょうはい、えー、ご覧いただいているこちらの方はね先ほどのソフトと変わりまして DSP モーションというソフトの方ですこちらもね左側に大きなジャンルが6つで選んだ中でさらに音の種類が、えー、それぞれ16とこれもねちょっと全部はご紹介できないんですがいくつ 見ていいいきたいと思います。まずはねこっちのジャンルだとちょっと回転選んでみましょうポチッとはいでちょっとね分かりやすそうなものこの粒子選んでみましょうポチッとはいでこちらの画像の方はねラインとか図形は表示されていないんですけどもこのキャンバスの中を上下左右にね描画をしていくことでモーション動きのある音を作ることができるようになっています、まあ、これもね試しにやってみましょう はいこんな感じですねちょっと他の音も見てみましょう今度は拡大縮小でこの中にある、えー、電気選んでみましょうポチッとこれ上が色が濃くなっていて下が色が薄くなってますよねでマウスの左右だけではなくて上下の動きにも反応して音が変化するようになっているのでそこまでちょっとご覧いただきたいと思いますじゃあまずは下から上に はいいこんな感じです面白いですす面白よね続いてちょっと気になりますね出現選んでみましょうポチとでこの中で、えー、動物選んでみましょうポチはいそうすると今度は真ん中辺りが色が濃くなってますね左右に動かしながら上下も行ってみましょう はい動物というかもう何かあの怖い生き物悪魔のような感じの息遣いでしたねではこちらもね最後にもう一つだけ見ていきましょうトランスフォームでこの中にもメカがありますねポチッと選んでみましょうはいで音を出してみるとおそらくねまあ皆さんもご想像の通りの音が出るんじゃないかなと思いますちょっとやってみますはいもう想像通りのあのロボットの変形でしたよね という感じで、ね、まあ全部はね、ご紹介できなかったんですけど、こういったプリセット、組み合わせを自分で選んでいくことで、もう欲しかったね、あんな感じの音がまさしく手元で作ることができるので、これ楽しくもあり、まためちゃくちゃ便利なソフトですよね。では、えー、そうそう、えー、忘れる前に少しだけパラメータや基本的な使い方部分も解説しておきたいと思います。今ね、音を出した最後に選んだ、えー、トランスフォーム変形のメカのプリセットになっていますが、この右側のコントロールと書いてある部分、ここはね、選んだジャンルや音の種類ごとに内容が が違っています今はこのねストロークスピードによる音の揺れステレオの広がりで種類固有のパラメータこの機械の部分をクリックするとポチッとはいそうすると面白いですねモーターサーボカチャカチャ音クリック音インパクトとこういう部分が調整できるようになっているんですがこれね違う音を選んでみると例えば植物を選んでみましょうポチッとはいそうするとこの草木と書いてあるパラメータに変わっておりますが中身見てみると 小さな葉、大きな葉、枝のきしみ、トーンなんかってありますねまあ、せっかくなんでちょっとこれも音聞いてみましょう 他にもジャンルをちょっと切り替えてみますこの移動を選んでみましょうポチッとはいで、えー、紙と書いてあるここを選んでみましょうポチッでここにも紙があるので選んでみるとはいそうすると音の種類ごとに固有のパラメーターが選べるようになっていますでこのパラメーター自体はねもう覚えなくてもいいと思うんですよもう出てきたパラメータを遊び感覚でいじってみると良いんじゃないかなと思いますでただここで1つだけね知っておきたい機能があるんですけどこのパラメータスライダーのこのポイントのところを、まあ、マウスでねクリックして左右に動かしたり するんですけどこの左右だけじゃなくてこれねクリックしたまま上下にも動かせるんですよちょっとやってみますまずは上にで下にそうするとちょっとねこの色の濃くなった部分この部分ありますよねこの部分は今選ばれているシャープネスというパラメーターの増減に対してこの幅でランダムに動きなさいよという指示を出すことができるんですよね例えば音の揺れもパラメーターをちょっと上げてランダム性を足してみます他のもちょっとやってみましょう はい、こんな感じにそうするとシャープネス音の揺れ音の揺れの速度音の広がりがそれぞれこの濃くなった範囲でランダムに増減してくれるということなんですよね試しにこれも音出してみましょう今選ばれているのは移動そして風の音の種類ですね。 はい、こんな感じでございます。この今の、ね、音の揺れのような部分もこのランダムが適用されてで、ま、マウスでね、毎回同じものを描画はできないんですけどこの音の出方がランダムになるよっていうところをね、機能として覚えておいていただければなと思いますでこのランダムの幅をつける機能これが全てのパラメータ出てくるもの全てに設定ができるのでここまでやれるとねもう売っている既製品の効果音とも全然違って完全にもう世界で1つだけのオリジナル効果音を作ることができますよねで、あとは右下 こここはねマウスで書いたものこれをプレビューする再生ボタンまた描画した内容をランダムに再生するボタンさらにパラメータの数値やランダム幅を一括調整したりするボタンポチッと。 という感じでまあほぼね説明いらないぐらいまあ簡単だけれども素晴らしいインターフェースなんじゃないかなと思いますで気に入ったパターンを作ることができたらあとはこの下のメニューで音声ファイルに出力するだけそのファイルを DAO ソフトなんかに読み込んだりすればもうこれだけでオリジナル交換を使った楽曲制作ができるので使い方次第だねワンランク上の BGM 制作なんかにもつながっていくんじゃないかなと思いますということでまあとにかく楽しそうだなっていうことだけでもねお伝えできたんじゃないかなと思いますがこの、えー、次社の DS DSP シリーズは他にも DSP アニメ DSP ファンタジー DSP レトロなんかっていう別のねシリーズソフトもありますしさらにね本格的にゲーム音楽制作に使えるような上位互換音源ゲーム申請シリーズなんかもあるので気になった方はねこの動画下概要欄に公式サイトの製品ページへのリンクなんかもありますのでぜひチェックしてみてくださいそして、えー、この動画の続きユーローメンバーシップの方ではさらにねこの2つのソフトの搭載音色をもう少しご覧いただきながらこのソフトとても便利なランダム機能あります ましたけどそのさらに具体的な活用法の解説だったりまた制作者の方向けにねエクスポートしたファイルや効果音なんかを実際の曲作り BGM 制作やゲーム音楽制作なんかに使う際にこれだけは押さえておきたいっていう注意点なんかも解説していきますのでメンバーシップにご参加いただいている方は是非そちらも併せてご覧くださいということで今回も最後までご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうそれでは皆さんさようなり ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。